はい、どうも、カバエンジョーです。今度はね、交通事故。交通事故は交通事故なんですけども、これ相手が、自衛隊の車両なんですよね。で、まあ、一応ね、まだこの調査中ですよ。事故原因とか。うん。でももうマスコミは、ね、自衛隊がまるでなんかね、なんだろう、やらかしたみたいな。自衛隊のね、このルール違反みたいなのが責任だみたいな、そう、まあ、はっきりと明言はしてないですけども、でもなんか自衛隊の車両に、ね、なんかこの一般車両が巻き込まれたっていう体で、もう記事飛ばしてるんですよ。うん。だこういうとこなんだよな、ね、うん。反日マスゴミ界隈って言われるのはさ、うん。だってまだ原因わかんねえわけじゃん。うん、でも状況証拠じゃないですけどもね、映像とか画像を見た限りじゃこれやらかしてんの一般車両の方だよ。しかもこれ高級会社マセラティですよね。うん。でもなんかマスコミとしてはね、自衛隊の車両、自衛隊側に何か落ち度があったんじゃなかろうかっていう、そういう体でもう記事書くんですよね。気持ち悪いっすねこいつら。知ってましたけども、まあいいや、とりあえず見ていきましょうかね。ガガガガガーと削られて、削られてじゃねえよ。うん。なんかもうこういうルールも守れない。ね。うん。そういうやつはさ、もうなんか行動走らせんなよ、本当に。で、高級会社マサラティ、右側が大破。ね。まるで自衛隊の車両がぶつけて壊したみてえな。ね。削られてじゃねえよ。で、これ、カンパチですよね。環状8号線、世田谷ですかね。いわゆる自衛隊の車両と並走中に衝突した。ね、そういうふうに書かれてますけど、どういう内容なんですかね。ちょっと見ていきましょうかね。13日午前、東京世田谷区の環状8号線で起きた交通事故の、お話なんですけども、一方聞きつけ現場に駆けつけた、カメラに映っていたのは、いかつい車体の自衛隊のトラックだと。で、バンパーがへこんでいる。で、近くに停車していた高級会社マセラティはドアや窓がひび割れて大きな傷跡が残っていたと。で、事故を起こした乗用車の運転手はガガガーという感じで気づいたら削られていた。ね、てめえが下手こいたんじゃねえかよな。で、事故直後の写真を見ると自衛隊のトラックが乗用車の右側に突っ込むように止まっていると。で、運転手もよくわかんない。なんでよくわかんないって。なんか決めてたのかこいつ。で、まあ一応ね、事故原因はまだ捜査中らしいんですが、で、現場は片側3車線の直線道路で、運転手によると事故が起きる前乗用車が左、トラックは真ん中の車線を、まあ、並走する格好でしたよと。で、事故を起こしたドライバーがね、乗用車のドライバーが無意識で、左側は、ね、自転車などが通るので巻き込まないよう普段から右に避けている。で、それがトラックのどこにぶつかったのかどうかよくわかんないと。なんだこいつ、酔っ払ってんのか。なんか容量得ないですよね。うん。いや、これだって後方確認ミスだろ。うん、マサラティのさ。うん。まあなんかもう悪意を感じる記事ですよね。うん。だって例えばさ、なんか容量、いや、もしかしたらもっとハキハキと、ね、うん、取材に対してインタビューに対してドライバーは答えてたかもしれないですけども、どうにかして自衛隊をね、悪者に仕立て上げたいマスコミとしては、おそらくありのままにね、この記事にするのを避けた。いや、それぐらいのこと平気でやりますからねこいつらは。で、まずこの事故を起こした乗用車のドライバーがね、無意識で左側は自転車などが通るので巻き込まないよう普段から右に避けているって、逆にこれ危険だろ。え、だって自転車やバイクが来た時だけ避けりゃいいじゃん。ねえ。だって最悪、じゃあ例えばバイクのね、ドライバー、ライダーだってさ、ね、自分でこの身の安全確保をしてさ、ねえ、運転して、この避けていくのが普通だろ？わざわざドライバーが常にこの左側開けて右に寄った状態で運転する行為の方がよっぽど危ねえじゃねえかよ。え、そう思いません？特に何も問題なければさ、ね、この車間、車幅っていうのかな、違う、道幅か、ね、真ん中らへん走っとけよ。なんで右や左にわざわざ何もないのに寄ってんだよ。
危ねえじゃねえかよ、隣のレーン走ってる車からすれば。うん、ていうかなんだかよくわかんないけど、もうマセラティに乗って、ね、傷つけられるのが嫌だとかっていう心理なのかなんだかわかんないですけど、だったら最初からそんな車乗るなよ。普通の車としてね、うん、運転する自信がなかったらもう表出るなよ。なんか駐車場に飾ってニヤニヤしとけよ、そんだったら。うん、つうかなんかさ、ね、うん、あんま僕もこう偉そうなこと言わん方がいいのかもしんないけど、なんかこの、あ、わかんないですよ。これはあの僕の勝手な想像ですけども、全員とは言わないです。さすがに。ね、全員とは言わないですけども、意外とこういうなんか何千万もするようなこのね、フェラーリとかさ、ね、このランボルギーニとか、フェラーリとかランボルギーニ、ポルシェとか違うのかな。なんていうのかな。運転することにそもそもね、あのそれなりにこの技術と経験を要するような、あ、高級車は多分関係ないと思うんですけども、誰でも乗ろうと思えば金持ってれば、ね、すぐ手に入るような車に乗ってるやつに限って下手くそじゃないですか、ね、それなりに腕を要求するような値が張るマニアックな車に乗ってる人は多分違うと思うんですよね、本当に運転するのが車に乗る、その車にどうしても乗りたい、でその、その車を運転するのが好きでたまらない、だから高い金払ってその車を買って維持して乗っているっていう人はね、多分関係ないと思うんですよ。そうじゃないね、うん、とりあえず金持ってる、でもなんかこのカッコつけたいから、なんかこうメルセデスだ BM だみたいな、そういう買い方してそういう車に乗ってるやつ、うん、下手くそ多くないですか、はっきり言って。絶対とは言わないですけど、多分そういうやつ多いと思うんですよ。そういうやつはもうなんかさ、運転手雇ってさ、ね、後席に乗っとけよ、邪魔だから、うん、って昔から思うんですよね。だから今回の事故はね、おそらくですけども、てか多分明らかに左側でね、勝手に車線変更したマセラティがね、うん、自衛隊車両にね、迷惑かけたんでしょ、うん、でこの自衛隊車両の視界に、ね、マセラティみたいなこのある、うん、どっちかというとこのぺったんこなこう、ね、スポーツカーがさ、ね、当然突然前に現れた、うん、だからまあ側面衝突、ね、と主張して、ね、自衛隊側がまあ0100はありえないか、でも格好としてはもう0100ぐらい、そういうこともありうる案件だと思いますよ、うん、だから記事を書い、まあ、これ FNN ですけども、どうもね、どうにかしてなんか自衛隊がやらかしたって言って、え、何々、どれどれっつって、タイトルでつって注目させようとしているこのね、うん、どうにかして自衛隊車両、自衛隊側の不手際、うん、そこをこう強調したいくて、ね、こういうなんかこう仕立て上げてるっていう、そんな風にしか取れねえな。うん、だって一つの証拠としてね、マセラティ運転してドライバーが言ってたじゃないですか。よくわかんねえって。こんなこと言ってる時点でさ、ドライバーが周囲の状況を把握して運転してねえっていう証拠じゃねえかよ。うん、もう表出てくんな、こういう頭おかしいドライバーはさ、ね、この間の GTR のバスぶつけさせたさ、ね、キチガイドライバーもそうだけども。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。